この夏おすすめの今年も絶対に行きたくなる定番プールから、地上100メートルに位置する最新プール、そして夏の夜をロマンチックに過ごすリゾート型プールまで、今すぐ役立つプール情報どうぞご覧ください。まず初めにご紹介するのは、大人から子どもまで一日中楽しめる豊島園ハイドロポリス。ウォータースライダーが楽しめるハイドロポリスのほか、波のプールや流れるプールなど7つのプールがあります。ジャイアントスライダーは水上を滑り落ちるようなスピード感が味わえます。リバーランスライダーは右に左に揺れながら今にも飛び出しそうな浮遊感が楽しめます。ここで2人のセクシーな水着姿をご覧ください。広大な自然に囲まれての夏の一日、プールで泳いだりウォータースライダーで滑ったり、童心に帰って遊べます。続いてご紹介するのは、今注目のリバーサイドシティ、天王洲に今年4月末にオープンした天王洲クラブ。開放感あふれる広い空間に、フランス近代建築をモチーフとしたクラシックなデザインの飲食施設と、明るくモダンなリラクセーション施設があり、その中でも東京の街を一望できる開放感あふれるプールがあります。さて、ここでプールサイドでくつろぐ彼女たちの姿をちょっとご覧ください。そして屋外には露天風呂気分が味わえるジャグジーがあります。そして一泳ぎした後はプールを望んだカフェテラスで一休み、サンドイッチなどの軽食が楽しめます。天に届きそうな高層ビルの中のプールに、都会のオアシスを探しに行ってはいかがでしょうか。そして最後にご紹介するのが、横浜郊外の豊かな自然に囲まれたリゾートクラブ、アービル横浜。そうね、ショートコースやフィットネスクラブなど会員専用施設のほか、夏の間だけ誰もが自由に利用でき、夜も楽しむことができるカップルの方におすすめのロマンチックなプール、マーメイドラグーンがあります。ここでライトアップされた彼女たちの怪しい水着姿をご覧ください。
泳ぎに疲れたら、プールサイドにある落ち着いた雰囲気の中でバーベキューが楽しめるバーバコアで腹ごしらえ。新鮮な魚介類などを味わうことができ、リゾート気分満点です。都心からわずか1時間で味わえる都会のリゾート、夏の夜をロマンチックに過ごしてみてはいかがでしょうか。